はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。今日は問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、英単語、英熟語、教科書要点ツバという教材になります。この教材はですね、東京書籍から出てるんですけども、いわゆる出版社が、教科書で使ってる出版社が、そのまま問題集参考書っていうのを出したっていう形になります。適切なテスト対策教材になります。こちらをね、紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ説明していきたいなと思います。まずですね、英語教材っていうのは、定期テスト用、受験用、予習復習用っていう3つに分かれます。これはもう完全に定期テスト用になります。そしてですね、これはニューホライズン用になります。なので、ニュークラウンとか違ったね、出版社の教材を使ってる学校の子は買えない。買っても違ってるので、なので買っても意味がないって思ってください。定期テスト用なのでね。で、ここはもう見事に出版社がそのまま教材を出してるので、なんで語句やったりとか、あとは文法だったりとかっていうのも本当に綺麗にそのまま出してるっていう教材になります。信用してもいいっていうことですね。レイアウトとかをちょっと見てもらうとですね、この教材はどういった教材の位置づけかって言いますと、問題集パーって解くっていう、そういった教材ではないです。どちらかというと暗記です。暗記をしましょうっていう。例えば単語が書いてあります。単語帳とかを作らなくてもいい。赤のねシートとかをこうやって隠して、でそれで見てったりとか、あとは文法だったりとかも、これどうなんだろう、これどうなんだろうって言ってこう調べる用の、そういった教材になります。しっかり暗記をしてくださいと。で、この教材のいいところっていうのは、いわゆる勉強方法があんまりできてないっていう子に対して、こういった勉強をしてくださいねっていうのが分かる、そういった教材になってます。なんで赤のねシートでこうやって隠しながら、あ、ここは覚えなきゃいけないんだっていうのがすごく分かりやすいです。ただし、やっぱりなんですけども、定期テスト対策っていうことで考えるとね、学校の教科書だったり学校のワークっていうものが一番量的に多いんですよ。この教材もやっぱり量的には少ない。対策としては不十分なんですよ。というかね、補助教材として使うような教材なのかなと僕は思います。なので、学校のワークだったり学校の教科書やって、もう何回も3往復ぐらいやって、ああ、もうちょっと飽きたなとか、もうちょっと違うのやりたいなって思った子が、この教材を購入してやってもらった方がいいかなと思います。そしてですね、僕おすすめの勉強方法で、こう赤点、こう、隠す子いるじゃないですか。隠してね、見るだけっていう勉強方法はすごくいいんですけども、見て覚えたんだったら最後は必ず書いて確認してくださいね。それをやってください。そしてもう一つ付け加えると、日本語だけ見て全部の英語が書けるかどうかっていうのもチェックしてください。そこまでやるとすごく量が増えるんで。学校のワークとか教科書でも、勉強のやり方によってはね、量を増やすことができるんですよ。ただ、この教材を赤シートで隠して見るだけで終わった、はい、おしまいだったら、もう本当に多分意味がない。それをちゃんと見て、それを書くっていうところまでやります。そして日本語だけ見て英語が全部書けるかどうかチェックします。そこまでやれば、この教材っていうのはものすごく価値がある。値段もね、そんなに高くないものなんで、1000円ぐらいなので、購入しても全然悪くはないかなと思いますけども、注意点としてはニューホライズンなので、ニュークラウンとかそういった教材を購入してる子に関しては全然傾向が違うので、絶対に購入しないように、間違えてね、購入する方いらっしゃるんですよ、保護者の方特にね。なのでそういったのは注意点であります。ただね、定期テスト対策教材っていうのは本当に少ないので、なのでこの教材を買ってもらうっていうのも一つの手かなと思います。ぜひ参考にしてみてください。またね、問題集紹介シリーズめちゃくちゃやってますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。